2006年以降の州ルワンダの地方行政区画は2006年以降5つの州とその下に設けられている30の軍によって成り立っている。インタラと呼ばれるルワンダの州はアカレレと呼ばれる軍に分けられ、さらにアムーヒューと呼ばれる自治体に分割できる。2006年1月1日より前のルワンダはもともと12の県で構成されていた。しかし1994年の ルワンダ紛争大虐殺による問題の解決を試みるため政府は新たな地方行政制度を築くことを決めた一極集中したルワンダの統治機構が大量殺戮を助長した要因であると考えたため最初の目標として権力の分散化を行ったまた新たな州は以前に比べて多民族で構成されることとなり民族による分割を弱めた さらに、新たな州は、以前の十二の県のような虐殺に関わった、共同体を持たないようにした。北部州の軍部レラ軍が県家軍、利軍備軍、無山税、軍、リュリンド軍、南部州の軍、サガラ軍、フイエ軍、カモニ軍、ムハンガ軍、ニャマガベ軍、ニャンザ軍、ニアルグル軍、ルハンゴ軍、東部州の、軍部ゲサラ軍がチボ軍、カヨンザ軍、キヘレ軍、ゴマ軍、ニャガタレ軍、ルワマガ軍、西部州の軍、カロンギ軍、 ンゴロレロ軍やビブ軍やマシェケ軍、ルバブ軍、ルシジ軍、ルッチロ軍、キガリ州の軍ガサボ軍、キチュキロ軍ニアルゲンゲ軍二千五年以前の行政区画。ありがとうございます。